しささしささへい、どうも皆さんこんばんは。まあ、本日はですね、明日行われる海にとれとれ朝市ですね、第3日曜日、毎月第3日曜日に行われている海にとれとれ朝市の魚を取りに行きたいと思います。はい、今日ですね、いつにも増してかなり荒れてますめちゃくちゃ荒れてます。で、本来だったら久高島 に行って取ってこうっていうことで何人かで話したんですけど、向こう行ってももう無理だよっていう電話があったので、もう急遽もう本島で潜るしかなくなってしまったっていう感じです。で、明日あのなんか、他の漁協さんの人たちが視察に来るのかな、そんな感じでちょっと行ってて、なので撮りたいなって思ってるんですけど、いかんせん潜る場所がないっていう今状況です。もうとりあえずもう近場ですね、風裏潜ってみて、潜ってみて濁りがあって見えなかったら移動するっていう感じにしたいと思います。はい、で、みーこ今回あれだったっけ。そうですね、うん、プロ、まあ、なんかあの、自分サッカーやってるんですけど、うん、サッカーの試合で、うん、あの足首やっちゃってしまって、うん、靭帯損傷して全治2ヶ月っていう診断を受けて、いや、あと1ヶ月ぐらいかな、うん、歩けるようになったんですけど、はい、ちょっとまだ無理はできないので、まだビッグ引いてるもんね。そう、ビッグ引いてやる状態なので、うん、ちょっとまだ僕はまあ今サポートにもあるんですけど、そうですね、足怪我したんですけど、うん、その時にあの僕試合会場で、うん、もう足ビッグ引いて車まで戻る時に、うん、ちょうど肩貸してくれた人がいたんですよ、うん、その人がなんとリスナーさんでした。おー、優しいマジでありがたかった、うん、ありがたかったのと、あの恥ずかしさあの見てますって言ってあの、うん、助けてくれたんじゃなくて、うん、もう本当にもう一人で歩けなかったわけ、うん、両脇もう見てくれた人たちが助けてくれて、うん、駐車場まで行って、うん、すみませんありがとうございましたって言ったら、うん、最後に動画見てますよって言われてその時にもう痛さとあれで、うん、あのちゃんとお礼ができなかったので、うん、あの改めてありがとうございました。ありがとうございましたOK、とりあえずじゃあもう日も暮れたんで出発していきたいと思いますレッツゴー、okay. はい、それでは今回も簡単にですけど解説を入れていきたいと思います。はい、で早速見つけたのはこちらコウイカですね。クブシミのちっちゃいの、ちっちゃかったので見送ってます。もうそろそろで寒くなってきたのでクブシミが結構見られてくるんじゃないかなと思います。で、続きましてこちらはおそらくツバメウオですね。自分なんかみんなカーサーって呼んだりするんですけど、多分おそらく和名ではツバメウオって種類だと思います。ちょっとあんまり分からなかったので簡単に調べたんですけど、こちらあの非常に美味しいらしいです。はい、非常に美味らしいですね。で、稚魚の時は木の葉っぱのような形で擬態してて、港の中とかによく泳いでるのを見たことがあります。で、大きくなると沖合の中層とかでですね、あの大きな群れを作って泳いでます。で、味としては稀に臭みがありますが、まあ、水の質としてはよく脂が乗ってて美味しいらしいです。で、鱗は細かくて取りやすい。で、皮は厚みがあって強い。骨は硬いそうです。で、食べ方としては刺身とか煮付けとか唐揚げとか味噌汁、まあいろいろ食べることができますね。今度ちょっと試してみたいと思います。で、続きましてこちらは夜光貝ですね。小さめの夜光貝。この辺り結構夜光貝いるんですけど、吉田の感覚としてはこのちっちゃいサイズの方がなんか色が綺麗な印象です。はい、続きましてこちらは伊勢エビ。カノコイセエビですね。今回ちょっとあの水がかなり濁ってて、このイセエビとかあの、まあ、魚もそうなんですけど、見つけるのかなり苦労しました。はい、でこちらイセエビ取って、締めて網の方で保管します。この網もですね、ちょっとフロートついてるんですけど、夜光貝取ってるので、ちょっと沈みながらですね、引っ張ってました。はい、続きましてこれ見つけたのはエゴアですね。こちら毒持ってるので気をつけた方がいいです。取り扱い注意ですね。何回か刺されたんですけどかなり痛いです。 2,3 時間はあのだるさというか重い痛みが出てます。はい、で続きましてテングハギチルマンです。少しサイズは小さかったですね。はい、どんどんいきます。続きましてこちらはタコですね。シガヤタコです。これも美味しいタコです。ただこのタコ噛むんですよ。思いっきりあのミコを手噛まれてですね、指が壊死する寸前まで行きました。なのでこのタコも手で掴みするときは取り扱い注意です。はい、続きましてこちらは何でしょうか。あ、岩の間にマクブがいますね。白クラベラ、大
縄の三大高級魚の一つですね。これ今指でこうやってありますけど、サイズ測ってますね。明らかにちっちゃかったので見送りました。はい、続きましてこちら夜光貝です。さっきのサイズよりかは大きいです。はい、でこの夜光貝を入れたあたりからかなり網が重たくなりました。夜光貝はですね、何回か食べたことあるんですけど、まあ、一言で言って硬いです。めちゃくちゃ硬いです。なんか圧力鍋で炊いたら柔らかくなるっていうふうに聞いたことがあるんですけど、やったことはないです。柔らかくする方法あれば誰か教えてほしいです。よろしくお願いします。はい、で今トカジャついたのかな、見過ごしてしまった。はい、こちらはアーガイですね。アーガイも性転換する魚で、大きくなるとですね青っぽくなって、オスになります。はい、こちらちょっと急所外したので目串で脳天詰めをして、なるべく鮮度のいい状態で保管していきます。これは画面にね白っぽくなってるんですけど、その白っぽい中でちっちゃい点々が見えると思うんですよ。これ生き物でチンクイムシっていうのが混ざってますね。チンクイムシが顔とかにこう刺さってね、結構痛いんですよね。はい、続きましてこちらミーバイですね。岩の上にいました。で今回ちょっと返しまで貫通しなかったので手で回収しますね。そのまま引っこ抜いちゃうと返しこれ抜いてないので外れて逃げてしまいます。はい、ミーバイ、こちらも日曜市では結構人気な魚です。味噌汁とか刺身何でも食べれますね。続きましてこちらはトカジャーですね。トカジャーサバイバルとかでよく魚です。肝がとっても美味しいですね。はい、続きましてこちらは多分イラブチャーかな、イラブチャーだと思います。ベラっていう人もいるし、イラブチャーっていう人もいるし、ちょっとよくわからないですね。岩に期待してて見にくい魚です。はい、こちら2匹いますけども、こちらもエーゴアですね。アイゴ系の魚、さっきとちょっと種類が違うんですけど、こちらも同じく毒持ってます。背びれに刺されるとかなり痛いので、とりあえず注意です。マースニーとかでよく食べられてます。個人的に大好きな魚です。身がしっかりしてるので味噌汁にしても美味しいです。こちらは中にタコがいますね。白っぽくしてるところ、水中銃のシャフトを突っ込んで穴の中に突っ込んで動かしてますね。ちょっと今画像止まってしまって、GoPro の調子が悪かったのでフリーズしてます。今これ水中銃のシャフトを穴に突っ込んでタコを出すっていう作業をしてます。でタコが出てきたところを、はい、つくというですね、無事につけたようです。でついた後に目串に通します。サイズは 3.3 キロぐらいだったかな。これちょっと今回ですね、GoPro の調子が悪くて時々こうやってフリーズしたので、ついた魚全部は映せなかったです。はい、トカジャーですね。こちらもまして、こちら夜光貝ですね。本日3匹目の夜光貝、これを入れた時からもう網が沈んで結構運ぶの大変でした。岩に引っかかったりとかしてます。はい、でこちら奥にイセエビがいます。先ほどのカノコイセエビと同じ種類の、もう少し大きいやつですね。で今いいとこついて引きずり出すんですけど、ちょっとフリーズしてみました。でこのカノコイセエビは、重さ 0.8 ぐらいだったかな。日曜市で競りに出したんですけど、かなりいい値段で買ってくれてありがとうございます。後の、日曜市の様子をご覧ください。はい、ということで、以上です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。何時間潜った ?7 時ぐらいじゃ入ったの。7時ぐらいに入ったか。正味4時間弱ぐらいだね。結果こちらです、ドン。厳しい。伊勢海老ね、久しぶりに禁漁開けたんで、取ってきました。伊勢海老がいっぱいいるポイントは、残念ながら波が強くていけなかったですね。うん、で、ちょっとこれいいんかなと思うけど、もう着きましたもん、何もなかったから。多分これツバメウオかな、うん、おそらく多分ツバメウオっていう、何匹か群れで泳いでるやつなんですけど、昼間とか見たら
それも取るもんなかったか取りました。通常の競りでは一応たまに出てはいるよね。たまに出るような多分定置網か何かに入ってるか分からんけど、ただそれ日曜一でどう出るかっていうのは、うん、そうだね、ちょっと明日次第ですね。うん、さばいてって言われたらごめんなさいって言うしかないな。分からんもんね。まあ適当にやるけど一応っていうのと、あとはこれも初めてかな、カマス。多分これカマスだよね。綺麗だね、なんかね、こんな色してるんだね。これ出してみようか。金色だね、すごいね、金色だね、かっこいい。伝わるかな。伝わる。タコは一匹ちょっとあの久高島の風谷兄が欲しいって言ったからあげましょうね。はい、それ以外は全部今回水揚げで出します。サイズがちっちゃくて本当にごめんなさいって感じですね。この辺りはいいけどね、タコとか、うん、そうだね、アーガイ、うん、ブチャーぐらいはいいけど、うん、マクブもいるけどさ、こうやって明らかに30センチ満たないわけよ。だから取らない、取らなかった。他の メンバーもあの何人か潜りに行ってるので、あの他のメンバーに期待したいと思います。まあでもこの天候だったらしゃあないよなって感じ、うん、仕方ない、もう、うん、無理だ。よくやった方だと思うけどね、うん、明日視察に来る漁協の方々の目を目の前にしてこんな話すのちょっとなんか、うん、ちょっと歯がゆいあれもあるけど、まあ仕方ないかな、うん、これが現実ですね、自然相手にするから。セリ長からもあるでしょう、うん、まあお願いしたいけど、うん、この天候だから無理はしないでよって言われた中で、うん、まあ各々のメンバーやっぱ潜ってくれてるんでね。そうそうそう、もうじゃあもう12時回ってるんで明日に備えてちゃちゃっと片付けしてから締めたいと思います。はい、22番、あと4カゴですね、よろしくお願いしますね。シルマン 1.5キロ、美味しいですよ。ちょっと癖がありますけど、600円からです。600? 700? 1000! いませんですね。100? 1100? 1100?
ね、まあ、これも取ってますけど、2.2 で880からいきましょうね。あ、これちょっと入ってるよ。やだ、これ。置いていいよ。置いていいよ。はい。
だろうか。大して切られないように気をつけないデジの なんで？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はなんとですね、八重山漁協さんが視察に来ていまして、あの交流という形で。もう昼12時です。みんないい人たちで、はい、よかったね、はい、もう僕ら全然海道の端くれでもないぐらいのあれなんですけど、いろいろ教えてくれて大変ためになる交流会ってのかな、ありがたいことに動画を見ていただいて、うん、ありがたい。で、青年部長曰く、はい、みんなシャイだから言わないけど、うん、多分みんな知ってますよだからちょっとお酒入って、うん、ちょっと、ね、仲良くなって交流できたなって感じですね、うんうん、よかったですね、ありがたいっすわ。なんとぜひ、うん、八重山にも来てくださいと。あ、めっちゃ嬉しい。社交辞令だとしても嬉しいね、うん、嬉しい。社交辞令でも行く言いましたよ俺ちょっと片付けして帰りますかね。はい、じゃあ今回ここまでですね、はい、ご視聴ありがとうございました。よいしょ。よし。